あかんあかんあかん。第4弾。ワンデー集中トレーニングウィーク？そうです。ウィーク、はい。そう。なのでね、まあ、都合がね、なかなかね、その日つかないっていう方のために、1月の24日から29日の間、こちらの方に関しては、キャンプを実施させていただきますので、都合のいい日をこの中から選んでもらえたら、谷口潤のキャンプが開催されているので、参加していただきたいと思います。逆そうです。はい。これは、あれ別に1週間ぶっ通して入ってもいい。よくない？それはそれで困る。それはそれでね、またね、しんどいですよ。お金もかかりますね。年始2発目のイベントと同じように、大体まあ1日を1つとして、それをまあ、同じ内容を1週間、うん。まあそうだね。基本はまあ同じ内容にほぼなると思います。まあその時の番状況だとか。そうですね。その人の、入ってくる人たちの内容によってもちょっと変わるとは思うんですけど、まあ基本人数がね、5名っていうすごい少人数でやりますし。これ1日ですね。1日。はい、朝から晩まで。そう。なんでまあ4時間ですね。朝、9時半から11時半と12時半から14時半の、まあ時間の間でやれるので、まあ、その後もね滑ることもできますし、この間にちょっとね集中して1日、まあ、特にテクニカル向けの方、テクニカルやってもらえる方なんかはぜひ受けていただければと思いますので、はいはい、こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。